スンマ、テオロギカ、第1部、第2問。神の存在について。第1条、神は自明か否か。神が自明であるかのような異議申し立て。一時自明と言われるものは、その知識が私たちにとって自然なものである。例えば第一原理。したがって、神は自明である。二、自明と言われるもののうち、その名を言えば直ちに特定されるものは自明である。これは、実証の第一原理に起因するものである。例えば、何が全体で何が部分なのかが分かれば、全体が部分より大きいことはすぐに分かる。だから、神という名前の意味を理解すれば、すぐに神が存在すると結論付けることができるのだ。この名によって理解し得る最も広大なものを意味するのであれば、現実と理解の中で与えられるものは、理解だけの中で与えられるものよりも広大なものであると言える。この神という名の意味するところは、直ちに理解の中にあることが理解されるので、現実の中にもあると結論付けられなければならないのである。したがって、神は自明である。三次真理が存在することは自明であり、真理の存在を否定する者は真理が存在すると言っているのだから、真理が存在しないのであれば、真理は存在しないということになる。しかし、何かが真実であるためには、真実が存在しなければならない。神は真理そのものである。ヨハネ14章6節、私は道であり、真理であり、命である。したがって、神が存在することは自明である。これに対して、自明なことの反対を考えることはできない。しかし、詩編52編1節にあるように、神が存在するという事実の反対を考えることは可能である。したがって、神が存在することは自明ではないのです。答え。何かの証拠には、2つの方法があります。一つは、それ自体が私たちのためではなく、もう一つは、それ自体が私たちのためです。したがって、人間は動物であるというように、述語が主語の概念に含まれるとき、命題は自明であり、述語の動物が人間という概念に含まれるからである。したがって、述語が何から構成されているか、主語が何から構成されているかを誰もが知っていれば、その命題は誰にとっても自明であることになる。これは、実証の第一原理で起こることで、その用語である存在しないことすべての部分などは誰も知らないほど一般的なものだからである。逆に、述語が何からなり、主語が何からなるかを知らない者がいれば、その命題は自明となるが、述語が何からなり、主語が何からなるかを知らない者にとっては、そうではない。だろう。そのため、ボエティウスが言うように、万人に共通し、賢者だけが理解する自明の精神の概念が存在し、例えば、無体物は場所を占めないのである。したがって、私は言う、神が存在するという命題は、それ自体で考えると、その中では主語と述語が同じなので、自明である、神はその存在そのものだからである。我々は神が何からなるのか知らないので、それは我々にとって自明ではなく、我々にとってより明白で、その性質上そうではないもの、すなわち効果によってそれを証明しなければならないのである。異議申し立てに。一、神が存在することを一般的な方法で、かつ混乱なく知ることは、神が人間の幸福であるという意味で、人間の本性に印象付けられる。人間は本性として幸福でありたいと思うので、本性として自分が欲するものを本性として知っている。しかし、これは正確には神の存在を知っているとは言えない。例えば、誰かが来るということを知っていても、それがピーターであっても、ピーターが来るということを知っているわけではない。実際、多くの人は、人間の完全な善、つまり至福は富にあると考え、ある人は快楽に、またある人はそれ以外のものにあると考えるのです。二、神という言葉を聞いた人は、それが考えうる最も巨大なものを表現していることを理解していない可能性が高い。実際、神が肉体であると信じていた人もいた。しかし、ある人が神という言葉で言われていることの意味を理解していると仮定しても、この名前によって意味されていることが現実に与えられていることを理解しているとは限らず、知性の理解においてのみ理解されていることになる。また、現実にはそれ以上のものが考えられないようなものがあることが前提でなければ、現実に存在することは推論できないのです。そしてこのことは、神は存在しないと主張する人々には受け入れられません。三種真理が一般に存在することは自明であるが、絶対的な真理が存在することは、我々にとって自明ではない。そして、神は自明なのか、そうでないのか、どうお考えでしょうか。その他の歴史ビデオについては、ビデオの説明で私のチャンネルをご覧ください。次の動画第2条、神の存在は実証可能か否か。